うん、じゃあやっていこう。で、今回から広島ね。広島と頑張っていきましょうか。マツダスタジアムです。ベースボールファンの皆さん、こんばんは。広島東洋カープ対阪神タイガース18回戦の模様をお送りしてまいります。連勝中のカープ18回か。タイガースを迎えての3連戦。この放送の解説は立川光雄さん、黒木智弘さん、このお二方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は檜山が打ってくれるんでしょうか。前回はね、誰だっけ、忘れたけど、ヤクルトに、前回はヤクルトにね、完投だったっけ、ダメでしたね。なんで今回はまあ頑張ってほしいんだけど。初球ヒッティング、いい当たり、セカンドへの打球、一塁へ送ります。一塁はアウトです。うーん、前田忠敏、まあ、優勝したんで気が抜けてんのかな。ラインは左に切れるか。一塁へ、一塁はアウト、サードゴロに終わりました。頑張ってほしいんだけどね。金本、バッターボックスに入ります。連勝中のカープ、ストレート打ちました。今度もサードに転がります。一塁へ送ります。パッとしないな。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。一回、そしてタイガースの先発ピッチャー久保田、前の登板では5回を持たずに、まあ、久保田もまあまあ頑張ってるよね。4点ぐらいか。1回の裏、カープの攻撃、先頭のバッター東出、出塁してチャンスのきっかけを作りたい場面です。真ん中打って、これはいける、取れないね。ランナーが出る、さあノーアウト。さあランナーが出ました。赤松、京都府出身。これは盗塁。あれ、あんまり良くないね。レフトへヒットを打ちました。ここで迎えるバッターは3番田前、初回から先制のチャンス、その打席になります。打たれまくり。ノーアウトだよ、何やってんの、何やってんのこれ。さあさあ、果たして今日も勝つのでしょうか。ピッチャーの調子からしちゃう、まあ序盤ですからね。もういいや、勝手にやってろ。気落ちしている場合では、アウトか、掘ったショートバウンド。お、かっこいいね。サードゴロに終わっています。このしなやかな動きがファインプレーに。今のプレーをもう一度。そして6番シーボ、その注目のバッターボックスです。なんとかならんのかね。ダブルプレー。取れないんだ。しょうもないな。いいよいいよ、自由にやれ。うん、ダブルプレーいける。オッケー。あんま良くないね。まあ消化試合なんでどうでもいいっちゃどうでもいいんだけど、もうちょっとね頑張ってほしいよね。ブラちゃんがねホームランを打ってくれてんだけど、他がねピリッとしないよね。でまあノムさんはお休みで、矢野にね頑張ってもらおうかなと。お、いいね、矢野頑張ってんね。いいよ、頑張れ頑張れ。そして檜山全然打たないんだよね。檜山頑張れお前。2回の表終了、タイガース無得点で攻撃を終了しました。2回の裏、カープのまだダメっぽいね。右の打席に入りました。まあ見てますとね、体調はまずまずじゃないでしょうかね。通り通り、はい、この打席はカープ現在2連勝。バントなんだ。さあバントした、ピッチャーか。抑えた、一塁に送ります。さすが職人で簡単にバントを決めています。これで打者一巡となります。東で左のボックス、マウンドは先発ピッチャー久保田。初球狙って取れる、これはいい当たりだ。危なかったね今の。ファーストライナーに倒れました。そして次のバッターとなります。赤松が危ないんでボールしとこうか。 OK、 スリーアウトチェンジ。このピンチ三振に切って取りました。なんとかなったね。当てさせませんでした。さあタイガース2点を追いかけます。3回の表タイガースの攻撃、そしてこの回の先頭3割、3回の
堀谷が3割なのがいいよね。ボールか、見ていけ。あ、ストライクなんだ。全然違うな。なんとか打ってくれませんかね。これは強烈な、いい当たり。さあヒット、400回目の打席をヒットで飾ります。頑張ったね。はい、ダメ。なんか向こうのピッチャー良くないか。おかしいね。今まで勝ってたのにな。これは走るんじゃないか。はい、盗塁盗塁。条件いいね。うん、なんとかね、落ち着いてくれればいいんだが。お、いい当たり。これは入った？入りはしないか。で、シーボール、シーボール打ってんね。さあ、ランナーが一人出ました。シーボー取れない。守備の陣形がいまいちだよね。全然よくねえな。こんなに簡単にダメなんだね。打たれるんだね。お、いいよ。まあ頑張ったんじゃないかな。打ってくんないかな。お、いい当たり。ああ、正面か。本当調子悪いね。ダメか。これはホームラン。ルイス4回2アウトまで来ています。そしてチェンジアップショットをしました。1・2塁間です。良くないね。これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。なんとか頑張ってくれないかな。ルイス打席に入ります。毎回ヒットじゃないか。お、いいね。ボールのばらつきありますけど、要所要所でいい球が来ますね。コントロールが適度に乱れていると。デッドボールです。ここでデッドボールを与えました。まあファーボールはね、仕方ないか。なんか勢いいいよね、打球は。なんだろう、久保田が微妙なのかな。これは取れるよね。オッケー。ライトが追いつきます。取って2アウトになりました。ライトフライに倒れました。ここで打順は4番という場面。これでな、抑えたらいいんだが。ちょっとね。グレート。ハハハ。ワンバウンドしました。久保田。今さ、4回でタイムリーヒットが飛び出した。ああ、でもな、どうなんだ。広島がいいのかな。この試合、フォアボールの立ち上がりを打ちました。打球はセンターへ。今の変化球なんですけど、完全に打たれてますよね。4回の裏を終了。こうなったらどうしようもないんだよな。先頭のバッター、矢野、次へと繋いでいけるでしょうか。さーっと見逃し、山が外れたか。絞りすぎたかもしれませんね。優勝決まるとなんか変わんのかな。これも見逃し、いい球を抜けました。ダメだこれ。なんだこれ、難易度が上がってるとかあんのかこれ。全然ダメだよね。さあカープ、この後6番から始まります。5回の裏カープの攻撃。先頭のバッターシーブ、5回の裏ノーアウトです。まあ優勝したから何とも言わないけど。優勝してなかったら切れてるよね。何やってんだよ。3となっています。あっと打ちました。
三遊間の当たり、抑えた、一塁に送ります。おお、ギリギリ頑張ったね。そしてバッターは8番豊田、5回がツーアウトです。まあ、踏ん張ってくれんかね。鋭い当たり、ショートへの打球、何本打たれるんだ。ツーアウトから塁に出ます。レフトへのヒットになりました。さあ、ランナーが出ました。ルイス、何もしなくていいよ。さあ、ランナースタート、投球はボール、これはセーフ、スチール成功です。ピッチャーには打たれないでしょう。久保田、今日は5回途中までを投げる、高めのボール球を高い方向、ワンバウンドヒット、打ちました。さあ、セーフ、ランナー進んでいく結果、さあ、ヒットになる、これがチーム10本目、セカンドランナーが5回でレフトへのタイムリーヒット、追加点が入ります。俺やばいな、今日はここまで2打数1安打、あっとトンネルした、なんかおかしいよね。さあ、ファーストランナー2塁を蹴った、バッターランナーは2塁を狙った、中継のセカンドへ、これはファーストにエラーが広く、まあでもこういう時もあるんだろうな。そして次の2番高松、今日4回目のバッターボックスに入っています。できました、これはショートになります。一塁送球、これは一塁アウトで、これは使い物にならんな。ピッチング内容と、マツダスタジアムは6回の表、タイガースの攻撃、そしてこの回の先頭、久保田、スイングアウト三振。まあでもこういう日もあるね、しょうがねえな。今のシーンです。ていうか相手のピッチャーがみんないいんだよな、何にもできなくねえか。これも三振、2者連続、バッター待ちきれませんでした。打順は次に変わります。前田忠徳、ルイス、6回一つもストライクがありませんでした。今日最初のフォアボールとなります。そして次のバッターを迎えます、金本、6回の表ツーアウトです。何も言うことないよね。やばこれ、なんだこれ。6回の裏、カープの攻撃、打順はクリーンナップから始まります。甘え、左のボックスに入っています。もうちょっと頑張ってほしかったな。打球はファーストへ、このままキャンバスを踏んでアウトになります。そして次の4番栗原、6回裏ワンアウト、栗原、ここまで2回塁に出ています。まあいいとこ投げたね、やばい。それを毎回投げてくれればいいんだけど。次のバッターです、島、左のバッターボックスに入りました。島も当たりがいいよね。これも鋭い当たり、お、取った、うまいね。アウトです、華麗なプレーでした。いいんじゃないかな、本当にこう秒定して取ってますよね。7回の表、タイガースの攻撃、この回は4番から始まります。ロバー、左の打席です。お、いい当たりすぎたか、正面、これは上げましたね。ライトフライに終わりました。今シーズン担当したゲームの数は4、良くないね。強烈な当たり、ファーストへの打球、取って一塁に送ります。一塁はアウト、どうしたらいいんだこれ。そして次の6番矢野、右のバッターボックスです。2アウトになっています。これも強烈な当たり、下がる下がる下がる、これ飛んでったね。あー惜しいな、少し届きませんでした。全然ダメか。7回の裏、カープの攻撃、返します。この回の先頭、チーム、この試合の奪三振の数が3となって、よっしゃ、頑張れ。あ、久保田もうダメか、変えとくか。怪我はしてほしくないんで変えましょうか。はい、タイガース先発ピッチャーマウンドを降ります。打撃班、ワンアウトを取ったところでの打順は次に変わります。石原、積極的に振ってきましたが三振に終わりました。そして次の8番豊木、点差変わらず5点差、カープがリードしています。インコース打って終わりだね。さて、簡単に終わったな、どういうことだこれ。ご覧のチャンネルで、まあ檜山がな、打ってくれれば負けてもいいんだけど。檜山をどうにかして打てるようにできないのか。やっぱ代打しかないのかな。鳥谷は3割打ってるね。で、まあ佐々木はもう交代でいいんじゃないか。で、今岡で、はい。これ代打ですね。ガラリと変えていくか。こんなに打たないんならもういらないね。変えた方がいいな。やる気がないんなら変わってもらいましょう。頑張れ、ホームラン、ホームラン、
起用します。ルイス、ここまで打たれたヒットの数が飛んでったいいね。右に打ち返した打球はものすごいスピードでライトスタンドに突き刺さりました。今ホームに戻ってきました。5対3。今のホームランはどうでしょうか。まあ今の変化球なんですけどね、バッターがね照準絞ってたかどうか分かりませんけどね。はい、3点を返します。一気に追いついてきました。ホームランによる気持ちいいね。流れを変えていくでしょうか。調子はね伝染するところがあるんですよ。で前田はどうでしょうか。オファーボール。代打でもいいのかな。金本は、まあ、出していった方がいいかな。おいいね、面白いね。これでホームランで、逆転と。やれロバート、いけいけ全然ダメだね。長打長打、お前ならいける、やってしまえ。うわー惜しいな、夢見たね。あこれ面白いんじゃない、これ面白いんじゃない。同点、何をしてんの。なんだかんだで、まあいい勝負になったね。無理やり感が半端ないね。前田だ前田、もうベテランだよね。取れる、取れんか。困るね。これは走らないでしょ。お、ダブルプレー、どこ守ってんの。なんか守備がおかしくないか。これなんだろう、これバントしてくんじゃない、バントしてこないんだ。最大のピンチに見舞われました。さてどう攻めていけばいいんでしょう。そうなんだ。今日はダメっぽいね。渡辺さんでダメならもうどうしようもないからね。だから今のはじゃんけんで負けてたのかな。そういう可能性はあるよね。おおいいね、いいところ踏ん張るね。まあ渡辺さんが打たれるならもうしょうがないよ、諦める。いいね。まあだから今のじゃんけんで負けたのかね。守護神が立ち上がります。おとなしく引き下がるわけにはいきません。このピッチャーもドルモンじゃないんですけどね。まあでもワンチャンがあればいいかなぐらいかな。そうですよね。ファンの注目を一心にありますからね。頑張ってくれませんかね。頑張った。頑張ったよ。これなランナー変えたいけど、キャッチャーいないんだよ。いいね。大丈夫？二塁アウトってもうおじいちゃん。頑張った頑張った。今のはだからキャッチャー変えなきゃよかったな。あと1点か。なんとも言えんね。もう一度振り返りましょう。そして次のバッターとなります。まあここでイクロちゃんの登場とやってくれるんじゃないかな。ファーボールでもいいかな。桂木ワンヒット同点の場面というバッターボックスです。もう勝負しましょう。頼む、
監督の期待に応えられるんでしょうか。延長は嫌だ。逆転か負けか。いやーそうなるか。センターフライに終わりました。そして次のバッターを迎えます柴田光平頼む。やってくれ。あ、行ったんじゃないこれ。いいよいいよ。同点か、よくないな。延長が嫌だ。何とかしたい。さあもう一度見てみましょう。柴田光平当たってんな。待ってよ。いやまだ早いかな。まだ早いね。まだ早い。延長があったらもう守備がね大変なんで。お。金本でなんとかなるんでしょうか。見ていきましょう。監督の6対6。ファーボールファーボール。4番バッターの前でピンチを広げます。今のは美味しいな。見ていて辛い。ちょっと同情したくもなりますが、男を上げる打席になるか。いやこれ待ってよ。右だから、いやまあ洗いに変えてもいいんだよね。三塁だからやるか。さあ勝ち越しのチャンス、タイガース。ここは代打を告げました。これびっくりですね。いやそうか。荒井、このチャンスは生かして。やってくれる。ホームラン打つよ。ホームラン。ホームラン。荒井、監督の期待に応えられるんでしょうか。おお、行ったんじゃねえか。これは大きな打球だ。びっくりしたね。本当に打つやつがいるんだね。やば。あれこれ表だっけ。延長じゃないのか。これはもうバッターが素晴らしい。本当にうまかったですよね。いやびっくりしたね。4点を加えます。この回6点目。中盤見事な攻撃、ついに勝ち越しています。今のホームランが応えたんでしょうか。ここは一息入れます。次のバッターはどうでしょうか。ブラッド、いやーやったね。うまいことでいったね。なんか知んないけど。まああとは思い切って投げてもらいましょうか。頼むよ。まさか逆転なんてあるとは思ってなかったんで、途中で眠くなってたんだけど目覚めたね。まあカーブですけどね、引っ掛けたんでしょうね。寝起きにはぴったりっていうね。グランドスラムはいいねっていう。おおいいね、抜群だね。藤川は久しぶりだよね。そして次の9番前田で、前田はどうでしょうか。まあ無理しなくていいよ。取れる。いやー見事。なんか逆転無理やり逆転してるだけだよね。先発全然打ててないじゃん。どうにかなんねえのかな。まあ勝ったんでよしとしましょうかね。広島対阪神18回戦の模様をご覧いただきました。この放送の解説は辰川光夫さん、そして黒木智弘さんでした。ありがとうございました。